どうもこんにちは、ゴリラです。今日もバーサスレート世界一の解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。このツモは開幕 DT 砲じゃないかな。 DT 砲ですね。 DT 砲しっかり組んでいく。相手も DT 砲ですね。さあお互い全く同じ形。しかし、ここでちょっと変わっていって、こちらが DT キングクリムゾンに対して、相手は、普通に、T スピンダブルにしてますね。さあ、DT、T キングクリムゾンで、T スピントリプルから、ダブルダブル。で、しかしじゃなくて、しっかり、直列できているんで、火力は出そうではあるか？ S ミノ、間に合わない。これはエルミノのノーキミスが致命傷になっちゃったか。エルミノのノーキミスが致命傷になって、その上にオーミノを置いていたので、ちょっと真ん中が高すぎて、相手の2連発のゴギが刺さっちゃったといった感じですね。まあ、かなり直列をもらっていたので、ちょっともったいない感じではあるが、しっかりまあ、結果的に言えばオーキミスを咎められたといった感じですね。さあ、T スピンシングルから、先を見入れて、テトリスから T スピンシングル。で、しっかり相手もそれを操作外してからテトリスを送る。しかし、こちらも操作当てて、ホリレンのルートで、S ミの、Z ミの S ミの L ミの T ミのまで7連結構強い。さあ、ビタミンを補給してから、操作外ししたいけども、ちょっと T ミののおきミスがこちら辛い。3連消して妥協してしまうと、操作外されて、健康されて刺さっていく。やっぱりね、できればその、火力で、やっぱり、掘っていかないと、難しそうですね。やっぱりね、こう見ると。散乱消しで、どうしても妥協して掘ってしまうと、その後、操作外されて火力を送られて辛い場面になってしまうんで、できるだけやっぱり火力で、掘りながら火力を作っていくのが重要になりますね。さあ、ちょっと、スマホの音が鳴って、うるさい。申し訳ありません。そう、マナーモードにしておこう。さあ、テトリス完成されて、ちょっと下舐めてるけど、T スピンダブル、T スピンダブル打ってて、さあ、T スピントリプルでした。これ大丈夫か？なんとか TSE にして、総裁外されて、テトリス送られて、T スピン、おっと、いかないか？いかない、S ミノは行くけど、T ミノが行かない。わあ、ちょっと、ミノ敵に行かなかったですね。T スピントリプル打つまでは判断良かったけど、ちょっとその後、真ん中高くしすぎてしまったか、T スピンダブルが間に合わずに刺さっていく。火力で相殺する分には良かったけど、ちょっと T ミノ超えないのがこれ分かんなかったですね。ああいうのは難しいんですよね。どのミノが、超えるか超えないかっていうのは、ちょっと判断的に非常に難しい。今の T ミノ超えなかったけど、S ミノは超えたんで、そのミノによって、超えるか超えないか、その高さによって変わってくるんですよね。まあ、そこら辺の判断は超難しいんで、まあ、しょうがないブレじゃないかな、これはな。まあ、最後の試合においては、ちょっとしょうがないですね。もう本当にもう、ああいうの、あそこまで意識するのは、さすがに、もう、究極に難しいですね。はい。もう一つ見ていきましょう。まあ、やっぱりその、だから、そこまで意識するのは難しいんで、結果的に言えば真ん中をあんまり高くしすぎないことですね。真ん中を高くしすぎなければ、基本的にどんなミノでも超えるんで。できるだけ、真ん中を高くせずに、組めば問題ないということですね。さあ、しっかり T スピンダブル組みに行って、STMB ケーブル、STMB ケーブルという、技で T スピンダブルを組みに行って、そこからさらに STSD 火力を作りに行く。LJ イリュージョン、LJ イリュージョンから、ホリで、L ミノ、Z ミノまで、結構強いですね。しかし、ここで、まあまあ穴ばら来てるが、しっかりテトリスで掘ってって、相手が、T スピントリプルなんで、こちらに火力が来て、結構穴ばら来てるが、不利だが、しっかりテトリス間に合わせて、いいですね。ここで間に合わせて、掘り連を繋げていくのはでかい。J ミノまで、4連だけど、ここまで掘れるだけは結構変わりますね。さあ、L ミノ、S ミノまでしっかり掘ってって、相手がでも強い。8連までのホリレンのルートは非常に強いですね。さあ、2ライン消して1回掘ってって、3ライン消して掘って、T スピンダブル。さあ、ちょっと1ライン来てしまったけども、なんとか操作は間に合ってるけど、まとめ打ち強い。さあ、歩みの越えて、なんとか越えて3ライン消して間に合う。しかし、テトリス、送られて、刺さっちゃうか。アイミノまでの3ライン消し間に合ったとしても、これは、でも、再び相手、Z ミノで先読みからの、
T スピンダブルから即座に T スピンダブルを送れる形なんで、これはまあ相手の火力非常に高かったですね。さあ、TSD パフェの体勢で TSD パフェ取られる強い。さあそこから即座に T スピンダブルを送られるが、まあ、J ミノで屋根つけて T スピンダブル打てるんで問題ないと言おうとしたところに、J ミノの秘密してしまう。しかし、なんとか掘れそうではありますね。さあ、健康すぎる。健康されて、どんどん健康されて、行くがしっかり総裁間に合って、地形的には、だいぶ余裕はあるけども、相手の方が火力は出る地形ではありますね。さあ、テトリスから T スピンシングル。しっかり埋めて、アイミノ消費してしまったが、なんとかアイミノ間に合って、テトリスまで間に合う。から、ホリレンのルートで。しかし、Z ミノがちょっと、出っ張ってるんで、ホリレンのルートはなさそうですね。T スピンシングルからテトリスにして、掘ってって、T ミノ、J ミノまでは掘らずに3ライン消しにして、J ミノで T スピンダブルにして、3ライン消しで、なんとか総裁間に合う。穴場は受けないようにね、できるだけ総裁を、うまく当ててますね。ただこのまま火力で、押し負けていると、どうしてもその穴場リズが増えてしまうんで、しっかり総裁していきたいところ。さあ、ホリレンで、エルミノ、アイミノまで、しっかりこれいらないしていき、そこに相手が Z ミノの置き水。こういう置き水はまあしっかり見ているんで、それをうまく活かしていきたいですね。相手にまあ穴場かなりいってるんで、どんどん火力重視に立ち回っていきたいところだが、総裁外して、T スピンダブル。から、テトリスで、ちょっとここは T スピンダブル組んでしまうと、いまいち、下穴を埋めてしまうので、空T からの、積み込みに切り替えました、ね。で、ホリレンのルートで、できれば繋ぎていきたいところだが、S ミノ、アイミノ、S ミノ、エルミノ、アイミノ、Z ミノ、エルミノまでは繋ぎず、しかしいいホリレンですね。しっかり、まとめし体制整えて、総裁外して、火力を送るけども、相手も火力で総裁当ててますね。テトリスから TSD、さらにテトリス。しかし、火力的にはかなりマシマシ。テトリスをしっかり総裁外して、LJ イリュージョンからシングルナイズアタック。そこに、T ミノ、J ミノ、Z ミノあたりなんかいろいろ気密していたのが、致命傷で刺さっていきましたね。まあ火力耐性かなり火力を送ってたのも良かったんで、それのプレッシャーで相手が置きミスしたって可能性も結構高いですね。さあこれはヒュヒュヒュンと、回転させて、パーフェ取れる。それに対して相手 DT4 で、DT4 から平積み耐性、しっかり総裁外してからテトリスは危ない。なんとか T スピンダブル間に合って総裁が、ギリギリ間に合っていく。T スピンシングル作りたかったが、ちょっと Z ミノの屋根をミスってしまう致命傷ですね。Z ミノを一個もう一つ左かな左に置けていれば T スピンシングル作れる体勢だったけども、一つずれてしまってそこを咎められてましたね、完全に。まあ、総裁の外し合いをしていたので、ワンミスが致命傷になってしまう場面だったんで、まあ仕方がないですね。さあ、ST 済みで火力作っていって、T スピンダブルからテトリス。相手が直列でいっているんで、全然問題なさそうですね。地形が高いけども、全然、不利まであるぐらいですかね。一概にその地形が高いからといって、不利、有利不利があるというわけではないので。むしろ直通をね、うまく利用することによって、利用できる側有利ですからね。さあ、2ライン消しで、T スピンダブル作るが、ちょっと S ミノの大きいミスが辛い。しっかり T スピンシングルから、T スピンダブルで火力でリカバリー。まあ、こういう感じですね。できるだけ火力でリカバリーすることによって、まあ、相手に火力を送りながら、プレッシャーを与えながらリカバリーできるんですよですね。さあ、T スピンダブルから、ダブルミラーを送る。しかし、ギリギリ間に合わなかったか。アイミの即座に、なんとかギリギリ間に合うかなと思ったけど、間に合わず刺さっていった。まあ、いいですね。しっかり刺していったって感じですね。無難に、刺していった。さあ、パフェ済みで相手、エルミノの置きミスするが、これは、このエルミノの置きミスって、一応その DT 砲自体は入るんで、なるほど。今の J ミノの回転入れで、しっかりリカバリしていいですね、相手。しっかりまとめ位置で、T スピンダブルからテトリスで、再び T スピンダブル作っているが、こちらもまとめ位置体制が強い。これは高さを合わせずに、エルミノで一回普通に下穴開けて、T スピンダブルにしましたね。
で、まとめ打ちというか、積み込み体制に切り替えて、総裁外してから、ホリレンドルートだが、どこまで繋がる？アイミの、ティーミの、エスミの、ジェイミのまでか。ちょっといまいち繋がらず。さあ、これは3ライン消しから、ティースインダブル体制で、しっかりホリレンドルート、エルミの、じゃない。アイミノから行ったか。で、ティースピンシングルから、テトリスにしていくが、しっかり総裁外されて、超健康される。が、ちょっと不利ですね。若干不利。若干不利で、テトリス送られるが、なんとかテトリス総裁間に合ってるんで、問題なさそうではあるが、掘れるか。ティーミノ、ゼットミノ、エスミノ、ジェイミノ、アイミノ、エルミノまでいいですね。しっかり6連まで掘り連のルートを見つつ、しっかりエルミノで埋めて、先読みしているが、ちょっと Z ミノを置き見せしてしまう。相手も直列で来ているんで問題なさそうですね、これは。テトリスから。しかし、地形的にはちょっとだけ有利な気がするな、これ。Z ミノ、J ミノ、J ミノまで掘ってて、しかし相手の掘り連7連も強い、その後の地形も強いんで、T スピンダブルからテトリス、さらに、T スピンシングルかな ?T スピンダブルか。ディスピンダブルにして、どん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 火力耐性。ちょっとこちら、若干掘り気味だから、穴ばら来そうで怖いけども、なんとか完全操作当ててるんで問題はなさそうですね。さあ、非常に長い、10万点超えた。相手がティスピンシングルからティスピンダブルで掘り連のルートで、J ミノ、アイミノ、オーミノ、Z ミノ、エルミノまでか。プロテイン配合される。さあ、T ミノの置き見せで。ちょっと T ミノ置きたくなくて、相手 Z ミノ置くけど、その総裁が間に合わないのを見て、こちらしっかり総裁外して、どん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 火力を送っていくが、アイミノまでの、ハイパー摂取が強い。ハイパー摂取って言ってんのかな？ワイバー摂取って言ってんのか、まあわかんないけど。さあ、ちょっと掘り連で、J ミノ、T ミノ、T ミノ、L ミノ、一回受けてから、Z ミノ、J ミノまで繋げて、さあ、相手が、J ミノの置きミス。さあ、そこに、なんとか、総裁外して火力送ってるけど、相手の掘り連強いですね、これ。いいですね。いいルート。アイミノ、ジェイミノ、エルミノまでのハイパー摂取。だが、しっかりそれを全部総裁外して、火力、火力で、テトリス、テトリスからティスピンダブルで刺しに行きましたね。さあ、これはかなりいい試合だったんじゃないかな。相手の上部での掘り連の繋ぎ方もかなり良かった。プラス、こちらの、総裁外してからのテトリ、ん？テトリス、テトリス、ティスミンダブルだったかな。まあ、瞬間火力が、それを上回ったといった感じですね。相手の掘り連もかなり良かったけど、結果的には、しっかり相手を見つつ、総裁外して火力を送ったのが、良かったですね、こちら。んー、まあ、できり、まあ、掘り連が、まあ、そこまでめっちゃ繋がらない限りは、基本的に火力が勝てるもんなんで。相手7連だったかな。まあ、10連ぐらいまで繋がれば掘り連の方が強いけど、まあ、7連、8連ぐらいでも、ま、強いんだけど、しっかりこちらが火力を送れる体制なら火力の方が、攻撃力的には上回れるんで、まあ、しっかり、相手の掘り連、まあ、そこまで繋がんないのを見切った、火力、総裁外しの火力っていった感じでしたね。はい、ではこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。